演奏後、シンフォニックファンタジースの参加者で、シンフォニックゲームミュージックコンサートは2003年から毎年ドイツで行われているゲーム音楽のコンサートシリーズである。日本外で初めて行われたゲーム音楽コンサートとして知名度が高まり、最も長く続いているゲーム音楽コンサートのシリーズである。トーマス・ベッカーをプロデューサーに、アンディ・ブリック、 アルニーロートとニクラス・ウィレンの式で様々な公共還元楽団が参加してきた。GC インコンセールはライプツヒで行われたゲーム博覧会の開始イベントとして2003年から2007年にゲバントハウスを会場に行われた。2008年に主催者によりキャンセルとなるも西ドイツ放送協会の協力のもと新たなゲームミュージックコンサートとして ケルンフィルハーモニー還元楽団によると、フィルハーモニックホールで行われることとなった。トーマス・ベッカーは1999年によりゲーム業界で様々なサウンドトラックのプロデューサー、ディレクター、そしてアドバイザーとして活躍してきた。ベレグノーン社のゲームコンピレーション3部作の制作、葬式、プロジェクトの指導者としての役割が彼に世界中の指揮者、還元楽団、 作曲家とととの出会いをもたらすこととなる日本のゲームコンサート、特に1990年代のオーケストラによるゲーム音楽コンサートに感銘を受け、日本外で最初の同様のイベントのコンセプトを打ち立てた。より多くの観客に最大限にアピールするためコンサートは、すでに確立されていたゲーム業界関連のイベントと同時に行うよう予定された。 ベッカーが2002年にそのアイデアをライプツヒメッセのスタッフに持ちかけシンフォニックゲームミュージックコンサートはヨーロッパ発のゲーム博覧会 GC ゲームコンベンションにて行われることになったライプツヒメッセが出資しベッカーは作曲家に声をかけたりそれぞれの会社から作品演奏の権利を得コンサートのプログラムの作成などイベントのプランを担ったベッカーは 演奏される曲のレパートリーに関しては、ヨーロッパのゲームに限定するのではなく、その時のアジアやアメリカの大ヒット作のタイトル曲も入れ、様々や音楽スタイルを演奏することにした。初のシンフォニックゲームミュージックコンサートの演奏曲の大部分はすでにオーケストラ用にアレンジされた曲だったため、2003年の4月に始まったイベントの準備期間は4ヶ月間と、 短期間で完了した。コンサート初回の観客の意見をもとに定番のゲーム曲がより多く追加された。ベッカーはコンサートの企画をそれぞれ約1年間設け、次々に新しく実験的な内容を加えていった。ゲームサウンドトラックをただ単にオーケストラによって演奏するということではなく、作曲家が新たに解釈するというアプローチになった。 ベッカーと彼のチームが先駆けたこれらの働きかけは、日本外のゲーム音楽コンサートへのゲーム会社からの多大な協力を得、イベントの数は増加していった。シンフォニックゲームミュージックコンサートのシリーズは、以来世界的な大きなプレミアで知名度を高め、シリーズ内に生まれた演奏は、プレススタート、シンフォニー・オブ・ゲームズ・マイナス、プレイ、A ビデオゲーム、シンフォニーとディスタントワールズ、 ミュージックフロムフィナールファンタジーというイベントで再演奏され、ベッカーは2005年から2007年まで関わった。2007年以降、ベッカーはディスタントワールズのアドバイザーとしても活動している。シンフォニックゲームミュージックコンサートは、クラシックのコンサートに近い体験を目指し、ゲームの映像や舞台照明も使用せず、音楽自体と、その演奏のクオリティを大事にするシリーズだ。 オーケストラによるゲーム音楽コンサートからインスピレーションされた CG インコンサートはうち2曲をアレンジしたものを演奏しオーケストラによるゲーム音楽コンサートの CD ジャケットに使用されたものと同様にデザイナーの鈴木千佐がデザインした音楽家の人形を使用した多くの有名なゲーム音楽の作曲家たちがイベントやそのサイン会に参加したことに加えて浜口史郎 山根みちる、古代雄三と三吉武志治が編曲や演奏担当として参加したりもした。2003年より絶賛された5つのコンサートがライプツィヒのゲバントハウスで主催された。すべてのコンサートは2000人の観客で満席だった。2006年までのコンサートはライプツィヒのゲームコンベンションの開始イベントにもなり、ドイツの政治家や ゲームデザイナーウィルライトのようなゲーム業界の広告等によるスピーチや参加が多くあった。2003年に行われたシンフォニックゲームミュージックコンサート第1回目は日本外の初のゲーム音楽コンサートとなった。これはライプツヒのゲーム博覧会のコンサートの中で唯一チェコナショナル公共楽団によって演奏されたもので、その後のコンサートはプラハの フィルムハーマニックオーケストラによって演奏された。本田清キやロニー・バラクのような音楽家がオーケストラに参加するようになり、第4回目のコンサートの時には、初の合唱団やゲバントハウスのパイプオルガンの演奏も加わった。2008年の初頭、シンフォニックゲームミュージックコンサートのホームページには、ライプツヒのゲバントハウスにおいて、ゲーム博覧会のコンサートは行われないという、 メッセージが掲載された。その年のゲーム博覧会の開始イベントは、代わりに、ビデオゲームライブというショーが、ライプツィヒアリーナで行われた。トミータラリコによると2007年のゲームコンベンションに、いずれのコンサートもそれぞれイベントの開始時と終了時に、行うことについて、ベッカーとのやり取りがあったが、双方ともに、これは観客を混乱させる恐れからそのアイデアを、 やめたという。ライプツィヒメッセは、キャンセルの理由として、シンフォニックゲームミュージックコンサートの目的は、ビデオゲームを価値ある文化として、政治や経済に訴えるためのものでもあり、2007年以降開始セレモニーから切り離されたためにその機会を失ったため、と述べている。ベッカーによると、ライプツィヒメッセは、ビデオゲームライブとの共同企画について、 ベッカーやチームに対しての事前の知らせはなく、ベッカーたちは、プレスリリースによって初めてその事実を知ることとなった。指揮者、スコット・ロートンの手引きによって、ケルンの西ドイツ放送協会ラジオオーケストラの、マネージャーのウィンフリード・フェッヒナーよりベッカーに連絡が入る。フェッヒナーは、楽団に、新しい音楽を求めており、第5回シンフォニックゲームミュージックコンサートに、 招待されることとなった。観客の多大なる反応に感動したフェヒナーは、若い人たちのクラシックへの興味を高めるチャンスを感じ、メレフノン社と協力することにした。その結果、ドラオマティコ、ザベリー、ベストオブ、ようこしもむらマイナスという CD が、まもなく発売になり、プロムスザッツサウンド、ザッツリズムのコンサートに初めてゲーム音楽が演奏された。 2007年の後半にベッカーはドイツにおけるゲームミュージシャンの作曲家であるクリス・ヒュルスベックの音楽を演奏するコンサートシンフォニック・シェイズ・フールズベック・イン・コンセールの企画を発表し2008年8月23日に開催を迎えるチケットは発売日から6日間で完売し即座にシンフォニック・シェードの開催日の午後11時に 同じく完売となる2回目の演奏が行われることとなった。加えて、これはラジオで生放送された世界で初めてのビデオゲームコンサートであった。ケルンの WDR ラジオ還元楽団とフィルムハーマニック合唱団のシンフォニックシェードの演奏2008年12月17日にクリス・ヒルスベック自身のレーベルシンサニックレコーズより絶賛された。 シンフォニックシェードのアルバムが発売された。コンサート音源のほかコンサート前のリハーサルや、その後に収録された音源も合わせて収録された。最初に発売された1000枚の限定版は発売後1ヶ月も待たずに完売した。音源の継続的な供給のため、アルバムのデジタルのバージョンを iTunes と Amazon で販売し、追って、CD 自体も2009年5月20日に、 再発売された。限定版と異なり、この再販版はより安価な通常パッケージでの販売となりつつも、限定版と同様のブックレットがより簡素な仕様となっている。2009年8月4日に、ストックホルムのコンサートホールでのシンフォニア・ドラオマティコというコンサートでシンフォニック・シェードからの発曲と、下村陽子の ドラ・オーマティコの曲がロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団によって演奏された。ジョネ・バルトネンはそのコンサートのためにターキャン2のメインテーマの彼自身のアレンジをわずかに変えた。加えて2009年12月3日にはデュースブルクのフィルハーモニー管弦楽団が第3回ファミリーコンサートにてシンフォニック・シェードの9曲を演奏した。上松、ミツ 下村と、菊田、シンフォニックファンタジーズの前に行われたサイン会にて2008年の2月に、トーマス・ベッカーが、シンフォニックゲームミュージックコンサートを、ケルンで続ける考えを表明した。その企画は、ウィンフリード・フェヒナーがゲーム音楽コンサートの、シンフォニックファンタジーズ、ミュージック・フロム・スクエア・エニックスを発表した後、現実のものとなり、2009年9月12日に、 ケルンのフィルハーモニックホールで行われた。コンサートのチケットがすぐに完売になったため、オーバーハウゼンのケーニングピルゼナーアリーナで2009年9月11日に再演することが決定された。コンサートは WDR4 というラジオ局によって生放送されたことに加えてインターネットのライブストリーミングにて初めて世界中の観客に届けられた。コンサートの収録音源は WDR スタジオで編集され、アビーロードスタジオでマスタリングされた後、日本では2010年9月15日に、スクウェア・エニックス、ドイツでは2010年9月17日に、ユニバーサル・ミュージックのデッカレコードから発売された。CD は2010年9月のドイツのクラシックチャートにおいて13位を獲得した。シンフォニック・ファンタジースは、スクウェア・エニックスのゲームの音楽を中心に、 ファイナルファンタジー、聖剣伝説に、クロノトリガー、クロのクロスとキングダムハーツの楽曲を、最大18分の組曲という形で演奏する、公共楽の楽章に習ったものとなった。この斬新なアプローチは、ゲーム音楽のアレンジを、もっと創造的にしたいというベッカーの意図から生まれた。選曲は作曲家の好みを重視し、原曲と様々なアレンジを細かに分析した後、 クラシック愛好家にも、初心者にも楽しい体験を提供できるよう、コンサートプログラムと楽曲が構成された。コンサートの雰囲気を演出するために一曲目に、演奏されたのは、ジョネ・バルトゲンのオリジナル曲、ファンファーレ・オーバーチュアであった。ニコラス・ウィレンの式で、ケルン WDR ラジオ管弦楽団が演奏した、そのファンファーレの初期の録音は、シンフォニック・ファンタジースの正式ウェブサイトで、 リリースされた。コンサートのリハーサルには、これまでゲームミュージックコンサートよりも長く2週間という期間が設けられた。シンフォニックファンタジースの評判を受け、シンフォニックレジェンズミュージックフロムニンテンドーのタイトルで次のシンフォニックゲームミュージックコンサート企画が発表された。2010年9月23日にケルンのフィルハーモニックホールで行われたそのコンサートは、 ニコラス・ウィレンを指揮者として起用し、ジョネ・バルトネンがアレンジメントの担当と、ファンファーレ・ホーザ・コモン8、ビット・ヒーローというオープニング曲の作曲を手掛けた。他にも、ロジャー・ワナも、そして、ゲストアレンジャーの浜口志郎、松尾隼人、浜渦正史とトルステン・ラッシュが楽曲を提供した。ニンテンドーの音楽が中心になった、このイベントは、スーパーマリオブラザーズ、 スーパーマリオ・ギャラクシー、スーパードン・キー・コング、メトロイド、F、ゼロ、スター・フォックス、ピクミンとゼルダの伝説などの楽曲が取り上げられた。シンフォニック・レジェンドのチケットは2010年3月19日に完売した。演奏は w d r 4にラジオで 5.1CH のサラウンドサウンドで生放送され、ドイツ国内にインターネットにてビデオストリーミングされた。 シンフォニック・レジェンドは、メトロイドの現代的なアレンジメントと、その公共曲を背景に、ゼルダの伝説を物語る35分間の公共詩などによって、ゲーム音楽コンサートの世界に、様々な革新をもたらした。コンサートの後半部を占める、この公共詩は、ハイルーリアン・チャイルド、ダークロード、プリンセス・オブ・デスティニー、バトルフィールドと、ヒーロー・オブ・タイムの5パートからなる。 2011年6月1日にはロイヤルストックホルムフィルハーモニー管弦楽団がストックホルムのコンサートホールでシンフォニックレジェンドから着想を得たレジェンズというコンサートを演奏することになった。6人のアレンジャーによって作られたシンフォニックレジェンドと違ってレジェンズはジョネ・バルトネン、ロジャー・ワナモとハマウズ・マサシの3人にアレンジされることになった。 コンサートに出席することに加えて、3人ともファンと交流するイベントに参加することが決定された。2011年7月9日、WDR ラジオ管弦楽団は、ケルンのフィルハーモニックホールにて、植松信夫とその業績に敬意を表した、シンフォニック・オディシースのコンサートを開催する。二千十年十二月一日に発売されたチケットは十二時間以内に完売したため、 同じ日の午後3時にもう一つの演奏が行われるようになった。トーマス・ベッカーはシンフォニックゲームミュージックコンサートの他に、弦楽アンサンブルによるザ・チャンバー・ミュージック・ゲーム・コンセール、学校で行うコンサートシリーズのヒーローズ・オブ・イマジネーションとスーパー・マリオ・ギャラクシー・エイムシカル・アドベンチャーも手掛けている。室内楽ゲームミュージックコンサートは2005年に、 ライプツヒのゲーム博覧会の時に行われたゲーム大会で初演され、その後2006年のゲーム博覧会の記者会見時や、コブレンツの県立博物館での展覧会、任天堂カードゲームからゲームボーイへの道の際にも行われた。4つの学校コンサート、創造の勇者たちはクラシック音楽とゲームミュージックの相違性と類似性を提示すること、そして若い世代に、 還元楽団のコンサートをより身近に感じてもらうことを目的とし、任天堂、スクウェア・エニックスとセガの講演のもとに行われた。2010年の1月には同還元楽団が再び5つのコンサートを行った。人気の創造の勇者たちに代わって、スーパーマリオ・ギャラクシー音楽の冒険というタイトルのコンサートシリーズが後を継いだ。ピーターと狼をモデルに現代的にアレンジされた。 ミュージカル部分には、スーパーマリオ・ギャラクシーのストーリーが語られ、任天堂の正式ライセンスと講演による演奏と共に行われた。ありがとうございます。